こんにちは。こんにちくまちゃんでございます。やっほー。今日はご飯タイムです。うん。これさ、まだパリパリの時に食べるのが好き。わかる？アロさん、こんにちくまちゃん。こんにちくまちゃんです。リンジさん、コバン、ありがとうございます。大先生、こんにちは。ヤッホー、これからお仕事、仕事ファイトでございます。ブシーさん、ヤッホー。新しくなった。ニュー。朝さっきお昼が終わって、私もこれから仕事です。みんな午後のお仕事も頑張ろうね。このシリーズめっちゃ久々に食べたんだけどさ、これのさ、あのほうれん草のやつが好きで、でもこれのさ、ほうれん草のやつさ、あのサーモンとほうれん草のやつが多いので、たまにエビのやつがあって、なんかエビからサーモンに変わっちゃったの。でも私はエビのやつが好きなの。だからたまにエビのを見つけると嬉しくなる。ひろさん、チェキンです。ありがとうございます。ヤルルさん、こんばん、くまちゃん。こんばん、くまちゃんです。こんにちは、くまちゃん。ハート、ありがとうございます。皆さん、お昼ご飯食べました？お昼の時間ちょっと今ね、新しく行ってきたので、なので今お昼にこれ行ってきて、ご飯タイムしてます。今日も綺麗で、ありがとうございます。ヒロさん、覚えてますか？うん。え、この間さ、写メ撮ってくれたよね。ね、あの、そう、おじさんと一緒のの来てたからって言って、ありがとうございました。嬉しかった。また、うん、またまたお会いしたらお顔見せてね。
兄さん仕事してきます、いってらっしゃいませ。かわいい、ピースした時にさ、ここがさ黄赤くなるの、かわいい。トルコさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは、くまちゃんです。元気ですかい。会いたくなっちゃう。次はいつ会えますかね。あれだよ、今日でね、今日で赤チェック、今の衣装もしばらくね、しばらく見れなくなるので、みんな赤チェック最後見納めしに来て。次いつ来るか分からなくなっちゃうからね。原産記念丸さん、おはくまちゃん、ありがとうございます。買ってくれてありがとうございます。くまちゃんです。だろうね、さりげなく泣き返る。え、ミサいんの？あ、ほんとだ、ミサキングっているわ、10位に。久々に仕事で指を切ってしまい6針になりました。ありゃ、6針え、お大事に。痛くないの？どっちないの？あれ、待って、また別の方や、ごめん。うちの衣装交換で来てくれたの、違和感あったよ。違和感あった。確かに、あの紫初めて来たからね、そう、見慣れなかったですね。あとファンシーはメンバーカラーも衣装がねないから、からってね、一人一人色が違うのが新鮮でしたね。ですね。なんかスカートのね、長さとかも長め、イーヨンさんの衣装長めだったから新鮮だった。それもタカピ、こんにちは。こんにちは、くまちゃんです。元気でしかい。トーカいる？トーカ香りますか？早く買いたいね。待って、俺待つよ。いつものことなんで食べています。うん、そうなの？いや、マーコさん痛み強そう。でもさ、痛み強い人だと思ってたの、ずっと。てか強かった。最近なんかダメだね。注射とかさ、あの、あんまりダメになった。全然見れる人だったのね、注射を。でもなんか最近見れなくなった。ミディアムの11ならよかったやけどなって。ありゃ、どうか会えないんだね。仕事忙しそうな。まだ欲しいシャツがある。 T シャツ、何の T シャツなの？けんしょうりさん、おはくまちゃん、ありがとうございます。
何あげたいものもあるし、何何でしょうかい、何でしょうかい、最初にいろんな国を入れてアルーサを送ってくるから避けちゃったけど、避けないで避けないで、でもね、そう、あ、この方にさ送りたいなって思って送ろうと思った時にさ見てないとかさ頭にあるからさ、避けてんかな、なる、避けないで、避けないで、うん、昔の F1 チームの T シャツ、おフェイパーの蓋と片手鍋欲しいって言ってたじゃんって確かに今ね、お鍋、片手鍋がねなくなっちゃって、お家にね、だからお鍋用のお鍋かフライパンでね、そう今お料理頑張ってるんだけど、でもフライパンでさあのゆで卵を作れないじゃんか、でそうだからその何フライパンでさゆで卵を作れないから、いつしか買って結構あんまり使わなかったあのゆで卵機が今大活躍してて、いいのか悪いのかって感じさん、こんばん、くまちゃん、毎日昼間にくまちゃんに会えるので超嬉しいです、やったね、いつも寝くれてありがとう、ありがとう、なんかなかなか治りませんね、ちょっと待って、これさ水分ないと喋れないからさ水分取ってきていい、ほんなら一回ラジオにしてさ画像見ててただいまです、ふわさん、いつもファンシーのライブ中はアボ見てるよって、なんでステージ見てステージ見てくれしゃい、買いに行くタイミングがないのよ、なるほどね、ただこの時間しか見れてないのでちょっと複雑だけど
見れるときにさ見てください。まあ、夜やってたからゆっくりこんな感じでお話ししてるのでね、うん、またごろさちょけんさんこんにちは、こんにちは、ネシコメントありがとうございます。久しぶりの連勤だし結構メンタル削るテンポばかりだし、ありゃ大変なんだね、頑張ってね。ネシさんこんにちは、こういぬいぬいぬ、あやしさんこんにちは、こんにちは、こんにちくまちゃん、あ、なんか、なんて言おうとしたんだっけ、なんか言おうとしたのに忘れちゃった、なんて言おうとしたの、あ、思い出した、最近ちょっと動物飼いたいなって思ったっていう話あんまり内容なかった。やっぱ一人暮らしのうちになんかね動物飼いたいなってさ、思ったよっていう話ね。お魚でも違うんかな、お魚今までは家族と一緒にさ動物さ飼ってたから一人でさ面倒見切れるかがすっちょっと自信がない。犬と猫とかは飼えないけど、あの小動物とかだったらと思ったけど、一人だと一人で見れる自信がなくて、自信が意外とないくてね、動物を飼いたいなって思うけど難しいですね。わかること考えながら我慢してる、無理しないでね。ちなみにしげむ243249さんはひろさんと自分がいるから、なるほどですね。え、じゃあ16日お顔見れる、16日さにお査定行こうしてもらいましょう。あ、くまちゃんは目の保養になる、目の保養やったね、目を、今は何がいいのってね、何がいい、なんか小動物って考えた時に小動物だなって思う、犬と猫がいいなって思うけど、あのそう犬と猫は現実的にね、そうそうそう、今住んでるお家がさ犬猫ダメだからさと思って、そしたら小動物とかになるのかなって思ったけど、ハムスターはあのそう小学生の時に飼ってたから飼ってたけど、やっぱ難しいなって思う部分が多かったから、そう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 、だからね、ね。ってなったらお魚とかになるんかなって、エビが飼いたい、エビ昔飼っててさエビ可愛かったの、透明なエビ透明なエビ、そのおかげに仕事頑張れてるとよかったです。ハンバンバさんこんにちは、こんにちは、くまちゃんです。自分ので間違えやすいよねって、確かに、え、カタカナとひらがなの違い、ひろしゃ合ってるかな、スーパーのエビ買う、スーパーのエビは食べちゃう食べちゃう、これやばい。ジョッピさんこんにちは、こんにちは、くまちゃんです。
今ヤフー、うん、もっとゲーゲーで飼ってても脱走するし、ハムスター走り回るの可愛いよね。小学生の時2匹ぐらい飼ってた。そう、飼っても食べないでねって食べる。スーパーで買ってきたら食べちゃうかもだけど、ペットショップで買ったら食べない、ちゃんと。スーパーのエビ実は低確率で生きてるのもいるのよねって。あ、そうなの？知らんかった、それは。うん。で、一個は押しなくなったけど、押しが一番待ってる子を応援してるから行くよって。なるほどですね。じゃあ16日ね、よろしくお願いします。もしね、させていただくのでね。なのでちょっとそろそろランキングも読みたいと思います。皆さん見に来てくださりありがとうございました。13位はキリン丸さん、ありがとうございます。ユニアロさん、ありがとうございます。11位しんちゃん、ありがとうございます。10位ファンパンパンさん、ありがとうございます。9位富士さん、ありがとうございます。8位タカッピ、ありがとうございます。7位関さん、ありがとうございます。6位マイサーさん、ありがとうございます。5位ライラーさん、ありがとうございます。4位ブシーさん、ありがとうございます。3位ドラ先生、ありがとうございます。2位チェルルさん、ありがとうございます。そして1位がシンジさんです。ということでね、そうそうそう、ありがとうございました。お昼からね、そう、それなんかありがとうね、飛びしないでね、ありがとう。ひらがなとカタカナの違いと、カメコとそうじゃないのの違いだよ。かわいい。また来てね、ありがとうです。いっぱい教えてくれてありがとう。ということでね、もし今日はバロンさんでお待ちしております。赤チェック。赤チェックの衣装ね、一応今日でしばらくなので、お時間ある方バロンさんで会いましょう。毎週のお宅衣装はいてくれるからありがたい、ありがとうございます。みんなじゃあお疲れ、またねって、ありがとうございました。ではみんな午後も頑張りましょう。ありがとうございました。またねー。